バレンタイン。お互いに慈しみ合い、リスペクトし合ったマスターとサーバントだけに許される行事。つまり、チョコを渡せば、私はマスターを仕えるに値する、そして敬愛する素敵なマスターさんと認めることになり、逆に私がチョコをもらえば、マスターは私をすっごく素敵で、すっごく可愛い、すっごく頼りがいのあるサーヴァントと認めることになりますね。ですよね、ヨハンナ。まあそううまくいくとは思わないですけど、だいたいそういう感じでいいかと。よし、やる気出てきた。それでは計画を立ててきます。サンキューヨハンナ。いいってことですよ。よし、チョコの作り方はよくわかりました。あとはチョコをもらうだけですね。あれ、もしかしてこれはかなりの難題なのでは。このカルデアにはあまたのサーヴァントがいる。まだまだ新参の私はチョコの優先順位が、こうしてはいられません。どうにか手立てを考えなくては。侵入成功。アサシンでよかった。さて、それでは。出た、マイルームの守護者。でも対策はすでに教わっています。怪しいものではありません。ちょっとこちらを。これで少しの間見逃してくれるはずです。ありがとう、うさんくさい教授。さて、それでは。公演尺は強い、公演尺はかっこいい、公演尺はかわいい、公演尺は可憐。マスターは公演尺のことが好き。最高のサーヴァントだと思ってます。公演尺最高、公演尺綺麗。あとは公演色バズってる。今日はこの辺にしておきましょう。ではおやすみなさいませ、マスター。マスターは私のことが好き、好き、超絶大好き。マスターは私のことを最高のサーヴァントだと思っている。マスター、マスター、マスター。なんか悪いことしてる気分。マスターは頑張ってますよ。頑張ってるマスターが好きですよ。マスターは私のことが好き。あれ？つまり私もマスターのことが好き。これはいけませんよ。いけません、いけません。でもささやきが止まりません。だってここまでやったならとことんまでやりきらないと。チョコをもらえないのですから。
ろちてください。死ぬ、恥ずか死ぬ。テンションがおかしかったんです。テンションのせいです。全部マスターは私のことが好き、好き、超絶大好き。マスターは頑張ってますよ。頑張ってるマスターが好きですよ。そこのぬいぐるみ、やめて！いえ、お望みならばぜひ。こちら私からです。どうぞ。チョコをもらえた上に私の魅力も知っていただけると。バレンタインって本当素晴らしいですね。でもいいです、幸せですから。